トムロフトのレース場と飼育日誌、ハトと一緒に遊びましょう。おはようございます。9月13日日曜日の朝です。ハトさん、おはようございます。おはようございます。今日の棚の上の1位は黒ゴマのオスですね。1番子、これも3月19日生まれの鳥で、ちょっと大きめのオスです。800キロから1000キロぐらい狙いですね。今日の糞の状態ですね、手前の方から奥の方へいつも通りカメラを動かしてます。変わらないですね。社外を開始しました。今日も一斉に飛び出して上空で集団になって、旋回を始めました。今日の天候は晴れですね。気温が 21.5 度、湿度 93%。 湿度は随分高いんですけども、気温が 21.5 度というのは、ちょっとひんやりするぐらい冷え込んできました。このくらいがちょうどいいですね、朝ね。これでもう少し湿度下がれば爽やかな秋空なんてことも出てきそうです。さて今日の飛びはどうでしょうかね。気温が下がったんで、よく飛んでくれることを期待したいと思います。遠征に今日は行くのでしょうか。卓球者の鳥はね、現れて一緒に飛ぶのでしょうか。または昨日一日丸々じゃないんですけどね、長い間、昼間雨が降ってたんで、今日あたりは猛禽が出そうな気もするんですけども、今のところ鳩は結構高いところを飛び回ってます。相変わらず羽ばたきもね、キレのあるいい感じの羽ばたきをしてます。飛びたいっていうね、そういうのがよく伝わる飛び方です。はい、じゃあこの辺で、いつも通り掃除しながら鳥を眺めていたいなと思います。5時55分になるところです。今鳩が遠征から帰ってきました。結構高い位置を集団で、戻ってきてます。今日は他厩舎の鳥は入ってないんですね。単独で飛んでるようです。なかなか集団で遠征帰りもいいですね。まだ下に降りてこないんで、またしばらく飛び続けてると思いますんで、一旦ビデオ切ってまた撮影を開始したいと思います。ただいま6時23分になりました。一回遠征から戻ってきた後がまた遠征に行きまして、今また戻ってきたところです。だいぶ飛ぶ高さが低くなってきました。ただいま6時42分になるところです。鳩が降りてきそうなので、撮影をまた開始しました。今日の天候だんだんこう雲が多くなってきましたね。朝は太陽もはっきり見えたし、青空も広かったんですけど、広がっていたんですけども、だいぶ雲が空を覆うようになりました。鳩が降りてきました。今日の鳩の飛翔は5時35分ですね。社外開始したのはで5時40分頃から遠征に来まして、約15分間遠征して5時55分頃遠征から1回戻ってきました。
で、しばらく厩舎の周り飛んだ後、もう一度6時にですね、再び遠征に行きまして、で6時25分にまた遠征から戻ってきたと。で、6時42分ごろ今降りてきたというのが今日の飛翔でした。今日の飛翔時間は65分プラスアルファですね。遠征も2回ほど行きました。なかなかいい今日も飛びを見せてくれたと思います。今日はよその鳩とも合流しませんでしたし、猛禽も出ませんでした。まあ、昨日もそうでしたけども、今日も猛禽の出ない落ち着いた鳩なりの社外ができたと思います。これからもね、こういうのが続いてくれば嬉しいなと思います。もうじき7時になります。呼び込んで今日の社外を終了したいと思います。今日は訓練を予定したんですけども、天候がね、いまいちという判断で、中止になってます。しばらく秋雨前線が続いて、いつできるかわからないんですけども、また少し見通しのいい、天気のいい日に訓練ができればいいなと思ってます。まだ秋レース始まる前なのにね、悪い天候の時に訓練をして鳩を落としてしまっては、何もなりません。まだ若鳩ですから、やっぱりここは用心に用心を重ねて、慎重に慎重に、訓練を進めていきたいなと思ってます。本日もこのブログにお越しいただきありがとうございました。次回はまたよろしくお願いします。失礼します。